伸びろレーゴム。彼はロボット、名前はレーゴム。レーゴムはちょっぴり変わってる。だってロボットなのに体が全部ゴム。パンチは決まらずくにゃん。姿勢も緩んでくにゃん。ロボットなのになんだか締まらない。笑った後幸せな気持ちになれる絵本です。伸びろレーゴム、お近くの書店にて。